遅いな、二人とも。今日は早めに待ち合わせって言っていたのに。遅刻遅刻。で、スーちゃん、予定と違う。アニエスを待たせてるんだ。遊んでないで行くぞ。ブーブー、スーちゃんノリ悪い。まさかわざわざパンまで用意して。そう、我々は憂いているのだ。この国の未来を、カルバード人の誇りを。諸君には見えないか、移民という存在によって徐々に、そう、徐々に我々は奪われ続けている。この共和国の未来を担う若者たちよ、果たしてこのままでいいのか。そんなあれは反移民主義の信念。他の移民系の生徒たちも投稿してきた生徒を順に捕らえて人質にしたんだろうね。通報されることも前提っぽい。これは厄介かも。敵は8人。どうしよう、スーちゃん。とにかく人質が多すぎる。助けるには一旦気をそらさないと。やめて、殺さないで。おとなしくしていろ。今は従うしかないか。はい、迂闊に動いたら。勘違いしないでほしい。我々は危害を加えたいわけではない。ただ真剣に考えてほしいのだ。真剣という意味、分かってくれるかな。シニョン、どうすりゃいいんだ。やはりすぐに警察に。しかし、それではますます人質の生徒たちが。なんとか我々が身代わりに。わかりました。では私が。マチルダ先生。いえ、ですが、そう簡単に交換に応じてくれるか。皆さんは動かないでください。トワ先生、いらしたのですね、トワ先生。おおよその事情は把握しました。ここはどうか私に任せてください。トワちゃん先生、もしかして。大丈夫、彼らの目的は暴力ではありません。だったら交渉の余地はあるはずです。その主張内容、反移民活動団体真なる有志団とお見受けします。いかにもそうだが、皆さんの主張について私は論じる立場にはありません。ただもし移民問題を正面から論じたい、多くの人に主張を届けたいと願うなら、この場は私に委ね、武器を収めていただけませんか。ほう、我々と交渉しようというのかね。ええ、その通りです。私はトワ・ハーシェル、
教師をする傍らで NGO 国際協力機構に所属し、あらゆる主張をフェアに精査し掲載する機関紙ジェムリアオピニオンへの推薦権を持っています。もし皆さんが望むのであれば、その主張を掲載することも可能でしょう。 ICO ジェムリアオピニオンだと。おいおい、聞いたことはあるが。あの国際的にも権威のある雑誌か。各国政府も無視できない存在だそうだが。この場でいたずらに力を振りかざすよりも、共和国の未来につながる議論ができる。それこそ皆さんが真に望むことなのではありませんか。要は主張の場を設けるから生徒たちを解放しろということか。悪くない条件だ。だが解放できるのはせいぜい半分だな。それは皆さんが安全に撤退するための保証が欲しいということですね。何か問題があるかね。いいえ、であればその保証は私が引き受けます。名前でお分かりかもしれませんが、一応東方系の血を引いていまして、資格は十分にあるのでは。な、そう来るとはな。いいだろう。その言葉が真実だと確かめられるまでは条件付きだが、まずは半数を解放しよう。その後は状況に合わせて段階的に応じることとする。リーダー、いいんですか。もとより今日は我々の理想を知らしめるのが目的だ。より万人を相手にできるのであれば、それに越したことはあるまい。トン先生、すげえ、これが交渉術ってやつか。よかった、これなら。いけない。おい、何勝手をやっている。くそやむを得ん。
ナーディアちゃん、お願いがあります。もう一度私に力を貸してくれませんか？ああ、言われるまでもないさ。あんな連中が現れるとなると俺たちも安心できないしな。うんうん、このまま放ってはおけないよね。報酬は首都のスイーツ名店巡りかな。友達のみんなも一緒にね。はい。だがどうする。手がかりといってもおぼろげな記憶しかないが。いろいろと調べる必要はあるよね。とりあえず学校の方に行ってみよっか。あいつら夜のうちに侵入したっぽいし。そうですね、夜間は警備員さんがいるはずですけど、確認する意味でも向かってみましょうか。わかった、念のため装備も整えておこう。3回もこれで終わりか。うん、校内の構造は把握できたようだ。うまく潜伏すれば制圧はたやすいだろうな。早く報告して。
声真似アプリ起動。こちらトロワ、校内の把握が完了した。いい潜伏箇所が見つかった。校舎のエントランスに全員集まってくれないか。了解、すぐに向かう。現場の安全確保を頼む。ああ、任せておけ。よし、これで。うん、あいつら全員集まってくるはず。ありがとうございます、二人とも。絶対に止めてみせましょう。ああ。内部はトロワの報告通りか。これならば問題なく。これは、そのお兄さん、お腹が痛くなっちゃったみたいでさ。洗いざらい吐いてもらったんだ。いい薬を使ってな。本当は嘘なんですけど、お二人が言うとそれっぽいというか。ともかく、真なる有志団の皆さん、学校の選挙計画、ここで諦めてもらいます。こいつら、ここの学生だが、計画のことまで。やれやれ、はったりだろう。トロワの報告を立ち聞きして状況を察し、正義感に駆られたというところか。移民系でもない若者を傷つけるのは本意ではないが、やむを得ん。朝まで拘束させてもらうぞ。我らが大義のために。向かってくるなら好都合、一人も逃さないよ。行くぞナーディア、アニエスも。はい。あなたの方から連絡なんて珍しいと思ったら、こんなことになっていたなんてね。大切なものを守るためにかしら。まあいいでしょう。この件に関しては我々の管轄でもあるし。なぜそんなことを知っているのかは聞かないが、お前たちもこの国であまり滅多な真似はしないことだ。
あくまで黙認されている立場に過ぎないことをわきまえておけよ。聞いてないぞ。僕はただボヤ騒ぎが起こせるブツをって。まあ、こんなものだろう。ランクアップだな。報酬ゲット。まだだいぶ早いけど、この時間から登校なんて感心だね。Thank you.
予令が鳴っちまったか。また昼休みにでもって学芸祭の打ち合わせもあるんだっけ。何気ない光景ですけど、なんだかホッとします。 CID も近隣を警戒しているらしい。俺たちとしては若干落ち着かないが、昨日みたいな事件は起きようがないだろうな。うんうん、これなら安心かな。ズバリナーちゃんたちの勝利だね。ナーディアちゃんったら。でも本当にこれで、隙を見せたな。3と9。ダメ、今は私が守らないと。やらせません、絶対に。よく耐えたわね。おかげで間に合ったわ。それにしても急いで戻ってきて正解だったみたいね。嫌な予感はあったけど、ここまでの相手とは思わなかったわ。ああ、この必要かつ徹底的な手口、嫌というほど覚えがある。そうだろ、ナディア。スーちゃんどうして。それは防塵ベストですか。ああ、偽装用の特殊なやつだ。血のりもフェイク。昨夜のうちにそこの生徒会長にも相談してな。何度も出し抜かれてるそうだし、彼と連携して保険をかけておくことにしたってわけ。ここまでうまくいくとは私にも予想外だったけど。痛いっての。騙して悪かったよ。けどおかげでお前を守れた。もう一度組織の手からな。組織ってまさか。なあちゃんたちにも悟らせない完璧な気配の消し方、命の脈動すら感じさせない、ただ命令に忠実なだけの暗殺人形。そうだね、スーちゃんの言う通りだよ。こいつらはガーデンの残党で間違いない。でも確か壊滅したって。実際に捕まったメンバーは少数。4人の管理人がいなくなった後も何らかの形で存続している可能性があるわね。そうだとしたら全ての辻褄が。ロナール先輩の爆弾も、あの様子のおかしいテロリストも。ようやく隙を見せたな。3と9。殺す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 。
殺す殺す殺す、スーちゃんに手を出した奴らは全員。おいナーディア、少し落ち着け。今すぐ行こうスーちゃん、きっとこいつらまだいるから。元からそのつもりだったけど、私も同行した方が良さそうね。レン先輩、それにこれって気絶してる？というかよく見たらうちの生徒じゃなさそうだぞ。ううん、それどころかこれは。ええ、人ですらなさそうね。に、人形？何こいつら、シミュラクラじゃなさそうだけど。ああ、あれは人間と区別がつかないレベルだったが、こいつらはかなり劣る作りみたいだな。うん、この構造は別系統の人形技術だろうね。レンちゃんなら心当たりがありそうだけど。そうね、確かにこれは結社で以前使われていた動力人形と近い代物でしょう。素材を含めてそれなりに改良が施されているようだけど。いや、もうついていけないんだが。というかトワ先生、なんでそこまで詳しいんですか？やっぱり裏の事情にも。それに先輩とも連携していたんですね。ええ、さすがに一人じゃ手が回らなかったから助かったわトワ先生。もう授業は始まっているけど、後のことも頼めるかしら。一連の事件はきっと大きな流れの中で起きているはず。黒幕はみんなが思っている以上に危険な存在かもしれない。この人形と学校側のことは任せておいて、みんなどうか気をつけてね。はい、行くぞナーディア。オデット、アルベール君はトア先生のサポートを。わかりました。みんな無茶だけはしないでくれよ。ここまでの事態、生徒会長としても見過ごせないわ。はい、レン先輩、本当によく戻ってきてくれました。なあちゃんも絶対許さない。黒幕を引きずり出してやる。危険な相手なのは間違いない。先走るなよナリア。
ならば手を貸そうか。ただの危機管理の一環だ。さすがに庭園の残党もどきが学校地下に潜伏している事態は見過ごせないからな。本来なら我々に任せるべきところだろうが、いずれも庭園にゆかりのあるもの、参考人として連れていく価値はあるか。ただし一般人である以上、私の指揮下に入ってもらおう。では地下の攻略を開始する。おのおの気を引き締めてついてくるがいい。